世田谷区からのお知らせです。世田谷区にリサイクルペーパーのオリジナルブランドが誕生しました。これです、これもです。世田谷ロールと世田谷ティッシュです。これからの地球環境を真剣に考えたこの新製品は区内のお店で好評発売中です。増え続ける東京のゴミ。そのため東京都のゴミの最終処分場はあと1年でいっぱいになってしまいます。その上、現在計画中の処分場は東京湾で最後のものとなり、そこも今の状態が続くと20年で満杯になります。このままだと21世紀の東京はゴミの街になってしまいます。ゴミ処理の問題は都市が抱える深刻な課題の一つです。そこで世田谷区では区独自にゴミの減量とリサイクルを進めています。その一つが7月に発売を開始した世田谷ティッシュと世田谷ロールです。世田谷ティッシュはティッシュペーパー、世田谷ロールはトイレットペーパー。どちらも区内で回収された紙パックとオフィス古紙を原料に製紙メーカーが再生し、区内でもう一度利用できるようにしたリサイクル製品です。自分たちの町で分別して出したゴミをもう一度自分たちの町で再生利用する、それはメーカー任せだった一方通行的なリサイクルのシステムを見直し、ゴミを分別した区民のところまでつなぐより積極的なリサイクルの輪を作ることでもあります。では分別された紙パックやオフィス古紙はどのようにして区民のところへ戻ってくるのでしょう。家庭やオフィスから出た様々な種類の古紙はそれぞれ分別されて指定の回収場所に集められます。紙パックは区の保育園や出張所約80箇所に集められ、オフィス古紙は主に区役所の各課に設けられたリサイクルボックスに回収されています。区立下馬保育園では牛乳やジュースなどの紙パックを抱えて通ってくる園児やお父さんお母さんたちの姿が毎朝の風景になっています。子どもと親の触れ合いっていうんですか、こういう牛乳飲んだらまたこれが使われるんだよっていうことが分かればですね、子どもも自然と何でも物を捨てるっていうんじゃなくてことができると思うんで、大変いいことだと思いますけどね。私たちの努力がすぐ身近に反応として戻ってくるので大変協力のしがいがあります。各所に集められた紙パックは地域ごとの回収業者によって毎週水曜日に引き取られていきます。ところで紙パックの原料紙には最高級のバージンパルプが使われています。そのような高級紙をたった1回利用しただけで捨ててしまっていいものでしょうか。大量生産大量消費を繰り返している私たちは紙パックの他にも使い捨てにしているものがたくさんあるのではないでしょうか。回収された紙パックやオフィス古紙は他の種類の古紙とともに中間処理をする古紙問屋に一旦集められます。ここでは古紙を新聞や雑誌、段ボールといった種類ごとに分けて1トンにプレスし製紙工場へ送る仕事をしています。それぞれ再生する紙の種類によって使われる古紙が違うからです。古紙1トンは直径14センチメートル、高さ8メートル、
樹齢およそ30年の杉の木20本分から作られるパルプの量に相当します。また紙パックは30枚で約 1kg になり、その量からトイレットペーパー5ロールができます。したがってプレスされた1トンの紙パックからはおよそ5000ロールのトイレットペーパーができることになります。各地から集められた古紙はこの製紙工場でさまざまな種類の再生紙に生まれ変わります。世田谷区のリサイクルペーパー、世田谷ロール、世田谷ティッシュもここで作られているのです。世田谷から送られてきた紙パックやオフィス古紙はここで紙の繊維に分解され、さらにインク抜きやゴミの除去といったいくつかの工程を経てトイレットペーパー、ティッシュペーパーとして生まれ変わり、再び世田谷の町へ戻ることになるのです。リサイクルを行うとどのようなメリットがあるのでしょう。一つにはゴミの量が減ります。2つ目にはエネルギーが節約できます。再生紙の場合、バージンパルプに比べて約 70% のエネルギーが節約できるといいます。そして3つ目にはゴミとして土に埋めたり海に捨てたりすることがないので汚染物質が減ります。さらに4つ目として、地球上の限りある資源を有効利用できることなどが挙げられます。通常、私たちの出した再生資源はその先どうなってどこへ行くのかわからないままになっています。そのためリサイクルについて身近に感じる機会も少なく、そのことは同時にゴミ問題についても人任せで済ませてしまうことの原因にもなっています。そんなことで、ね、今までは回収のところに持って行ってもこれが本当に再生してもらえるのかなっていう気はしましたんで、必ず 100% それがまたこういう製品になって帰ってくるとなると、やっぱり環境にもいいと思うんで、今まで捨てていたゴミが減るんじゃないかなとは思います。世田谷区では区内で集めた資源を再生し自ら活用してこそリサイクルが完結するとの考えから、世田谷のブランド名をつけた世田谷ロールと世田谷ティッシュの販売は始めています。なんとか一つご協力いただきたい。わかりました。なかなかね、こういうことからやっていかないと。販売店の開拓にあたってはリサイクル推進課の職員が土日も返上してお店を一軒一軒回りました。その甲斐あって現在販売協力店は約200件。今日も新しい販売ルートの開拓に休みなしの営業が続きます。だいぶ区民の方のですね、リサイクルの意識もだいぶ高くなってまいりまして、だいぶ資源の回収量はだいぶ多くなってきたんですが、なかなかそれを再生して再生されたものを使うという部分が非常に遅れているものですから、リサイクルの輪がつながらないという部分で、非常にそういった部分でリサイクルの危機的な状況になっているという部分、どうしてもこれから再生品の利用促進をいかに図っていくかということが一番の課題になっておりますので、再生品利用促進の柱としてこの世田谷ロール、世田谷ティッシュに積極的に取り組んでいるという状況になっております。このお店でも区の職員が営業に来て協力が始まりました。売れ行きはここのとこ、そうですね、まあ出た当初よりかはずっと伸びてますね。お客様の関心が高くなっていると思います。お客様の方からこっちからアピールは特別しなくてもお客様で持ってきていただいてますね、はい、とりあえずうちの本店だけで取り扱ってテスト販売みたいな形でやってますけども、はい、徐々に支店の方でも扱っていこうかと思ってます。
2つの製品が世田谷区の手作り商品であることはパッケージデザインを見ると分かります。どちらも区の公募に応じた区内在住の人たちからのものが採用されました。世田谷育ちというまずネーミングから考えまして、別に世田谷区内の古紙と牛乳パックを回収した商品であると、それがとにかく端的に分かると、まあそれが一番考えた意図というところですね。まあ自分たちの環境に自分たちで責任を持つと、だから出したゴミはそれを自分たちできちっと回収するというね、システムとしてはいいんじゃないかなと思いますけど。世田谷ティッシュのデザインは未来の助産婦さんたちが描きました。彼女たちは人間の命を預かるという仕事の立場から環境問題にも強い関心を持っています。リサイクル運動も世田谷区が発信源となってどんどん広まっていって、そしてこう地球環境の保護につながっていけばと思いまして、あの絵にしました。自分たちも これからリサイクルしていくっていうことで、そういう気持ちをずっと持ち続けることにもなりますし、そういうシステムになって私自身としてとても嬉しいんですけれども。世田谷生まれ世田谷育ちのリサイクル製品、その名も世田谷ロール、世田谷ティッシュは、使い捨ての生活を見直し、自分たちの町から出た再生資源はもう一度製品化して自分たちで利用するといった、これからの資源循環型社会を先取りするものになっています。